はい、こんにちは。パーカッションの高見です。ゼロから始めるパーカッション、ティンバレス編。この動画のシリーズは、このティンバレスという楽器について、1からいや0から解説していく初心者の方に大変優しいレッスン動画となっております。前回までの動画で、ティンバレスの基礎知識、ティンバレススティックの持ち方、パイラの叩き方とリズムパターン、リムショットの叩き方、ダブルストロークの叩き方、アバニコという定番フィルインの叩き方、カーベルの叩き方、というところまで解説しましたので、まだ見てないよという方は概要欄からご覧ください。はい、結構やってきましたね。 これも強速 DVD で言うとディスク2に突入したぐらいなんですけれども今回から何をやるかというとティンバレスで叩く具体的なリズムパターンをいくつか紹介解説していきたいと思いますはい実際に使いやすい音楽の中で実践的に使えるリズムを中心に紹介していきますのでぜひマスターしてくださいはい今回紹介するのはマンボというリズムですマンボっていう言葉自体はですねリズムパターンの名前を指すこともありますし音楽ジャンルそのものを指すこともありますし 曲の中のの中一部分のセクションを指すす。こともあります結構ね意味が広い言葉なんですけれどもおそらくみんなが一番イメージしやすいのは「ああう」っていうマンボウナンバー5とか闘牛士のマンボウといったものだと思います。でそのマンボウねティンバレしていただくとどういう風になるのかっていうのを、まあ、聞いていただくのが分かりやすいと思いますのでまずは聞いてみてください。 はい、こんな感じです。す。これをマンンボパターンと言いますなんで23かというと 1&2&3&4& というね23比べという大元のリズムがありましてそこから派生してできたパターンだからですねこういうアンサンブル聞いたことあるんじゃないかなと思いますけど、まあ、こういう関係だっていうことですね。 で、この辺ね、話すとむっちゃくちゃ長くなりますんで、えー、そうなんだぐらいに思っておいていただければ大丈夫です。で、この2-3マンボパターンっていうのは、まあ今現在ですね、ラテンミュージック、ラテンジャズとかアフロキューバンミュージックで、まあ最も使われている、使用頻度が高いパターンと言っていいんじゃないかと思います。で、ラテン以外でもね、 ロック、ポップス、ダンスミュージック、ディスコミュージック。まあ、具体的に言うと、まあ、古くはスティービー・ワンダーとか、マイケル・ジャクソンとか、えー、ジャミロ・クワイとか、インコグニートとかね、もうバリバリ使われている使用頻度が高いパターンなんですね。でマンボパターンでも、このカウベルの叩き方、特にアクセントの付け方とか、打点の数とかですね、まあ、本当にたくさんのバリエーションがありまして、ちょっといろいろ叩いてみますけれども。 はいまあ、こんな感じでいろいろあるわけなんですね。でまあその中でも特に使いやすい叩きやすい、まあ、どんなジャンルの音楽でもねだいたいどんなテンポでも合わせられるようなマンボパターンこれを今回はやっていきますので初心者の方はねまずはこれから習得していただくのがいいかなと思います。はいでは具体的に見ていきましょう全部で4カウント4拍のリズムで打点の位置はまずカウント1が1スリー。 カウント2がワンツーフォーカウント3がワンリーフォーカウント4がツーフォーはいこれ見事にね全部違うんですよねこれ規則性があるようなないような感じなんですけれどもこれまあつなげてねカンカンカ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 ンカン,カン,カン,カンカっていうもう歌で 覚えてしまうのがいいかなと思います。もう口で歌ってね、カンカンカ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 。これ本当むちゃくちゃよく使えますんで、できればね、布面とかにも書かないで、もうこのまま丸暗記、もう空で歌えるぐらいまで覚えちゃうのがいいと思います。今ここでね、一緒に口に出して歌ってみましょう。これね、口に出して歌ってると覚えますから、行きますよ。せーの。

はい、できましたでしょうか。これがマンボでございます。あれなんか違くねと。なんか思ってたんと違うと。グルーヴ感出てなくねと。お気づきのあなたね。はい、正解です。そうなんです。まあこういうふうにね。平らに、フラットに演奏することもあるんですけれども、多くはですね、ここからアクセントをつけます。強弱ですね。はい、こんな感じで。 強弱、メリハリをつけて、えー、リズムの流れを作っていきます。はい、ここで超重要なルールをお伝えします。アフリカ由来のリズム、アフリカルーツのリズムは連打するときに基本的に一番最後にアクセントをつけます。重要なんでもう一回言いますけれども、アフリカ由来のリズムは連打するときに最後にアクセントをつけます。なんで急にアフリカと思ったかもしれないんですけども、今回やったよね、この2-3マンボパターンっていうのは、 この2、3比べからできてると言いましたね。で、この比べっていうのはもともとアフリカから来てるものなんですね。アフリカから南米に渡ったものであると。なんで今回やってるこのパターンも、実はね、アフリカ由来、アフリカルーツのリズムパターンなんですね。で、こういったリズムパターンで、例えばね、さっきもやったように、カカンと2連打、2発連続で短く叩くときにどうするかっていうと、これ、後ろにアクセントをつける。2打目に。 カカン、カカンとこう、尻上がりになるように、後ろを強調するんですね。で、例えば、これが3連打だったら、3連打、カカカン、カカカンっていう3連打だったら、これ3発目にアクセントつけます。カカカン、カカカンと、カカカンとこう、これも尻上がり。4打だったらもう、言わずもがなんですけれども、4打目にアクセント。カカカカン、カカカカン。 でございます。2だだったら2だめ3だだったら3だめ4だだったら4だめはいすべて一番後ろにアクセントつけますおお<ー>これね多分ねうなってる人いると思います多分ねこれどこにも書いてないこんなこと言ってるね YouTube は存在しないと思いますこれはもういろんな国のリズムを、まあ、僕が勉強する中で見つけた、えー、法則ですのでですね、まあ、是非いろいろ活用してみてくださいでこれ逆に自分でリズムパターンを作った時にも使えます なんか曲を書いてとかね曲のアレンジをしてるって時に自分で作ったオリジナルの創作リズムを作ったり叩いたりすることってあると思うんですけどもそのリズムをちょっとアフロっぽくしたいなと南米っぽくしたいなという場合にはその連打する時にさっき言ったリズム連打の一番最後にアクセントをつけるっていう風に叩くと急にねそれがアフロっぽくなりますはいこれ結構ねとっておきのルールなのでぜひ活用してくださいはいでは今言ったルールでパターンにアクセントをつけてみましょう カンカンカカンカカンカ,カンカンカなのでカカンですねカカンのときにアクセントつけますでマンボベルで表現するときはアクセントをオープンで非アクセントノンアクセントをクローズで叩きますなので今回のパターンのカカンって2連打をクローズオープンで「キコン」 コンっていう感じで叩きますつまりこうなります最初の13これは両方ともアクセントで大丈夫ですでその後連続してくるカカンカカンっていうのをすべてクローズオープンで これ最後もね一応この次の1の頭につながっている果敢なのでクローズですはい、はい、ではカウントしながらゆっくりやってみますのでぜひ見ながら一緒にやってみてくださいせーの 1, to see for, 1 to see for, One to see for, One to see for, 1 to see for, One to see for, One to see for, one to see, one to see for, One to see for, One to see, One to see, One to see,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  はいできましたでしょうかここまでできてまだ余裕がある人は今度左手も合わせてみましょう,こう右手でカウベルを叩いている時に左手は何をするのかというと、ね、実はねそんなに決まっておりません、まあ、よくあるのはベースライン楽曲のベースラインに 合わせて叩いたりしますラテンバンドでコンガがいるときなんかねコンガに合わせて叩いたりしますし普通のバンド編成ドラムベースがいる中ではベースに合わせたりドラムのキックに合わせたりして叩きます。あとはねもういろんなものを叩いて、えー、自由に叩いたりします。ちょっとやってみますけども。 左手いろいろ遊びながらも基本のベースパターンは守るといった感じになります。でいろいろ遊べると楽しいんですけれどもいきなりはねこんなに動かせないと思いますのでまずはねその基本のパターンもともとのアフロキューバンでよく叩かれているような1ン・エン・ツー・エン・スリー・エン・ and エンワン・エン・ツー・エン・このパターンを合わせてみましょう。 はい、動きとしてはとてもシンプルで各拍の裏ですねグリッド4だったら3ですね1 2 3 4 1 2 3フォー3 4 1 2スリー・フォースリー・の位置に叩きますで交互にミュート人差し指を使って押さえるミュートとオープンこれを交互に叩きます ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、ミュート、ワン、ツー、オープン、ワン、ツー、ミュート、ワン、ツー、オープン。といった形です。はい、これを右手のマンボベルに合わせると、 こうなりま,すまずはこの左右の動きが合わせられるように練習してみてください。はいというわけで今回はマンボのリズムパターンでした。次回以降また違うリズムを紹介していきますのでお楽しみに。こんな感じでこのチャンネルではパーカッション情報を毎日発信。毎週日曜日には YouTube ライブを使ったパーカッションワークショップもやってますので引き続きをチェックしてください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。